私たちは何かを極めれば極めるほど一番それを欲しががっててていいいいる人との距離が開いていくようにできています商品サービスに特化すればするほど知れば知るほど私たちにとっての常識がお客さんにとっての常識に変わってしまうけれどもそれは全く違うっていうことでもう物事は習得すればするほどお客さんとの距離は空くようにできています。 なので感情に寄り添ううここととが重要っていうこと感情に寄り添わないと一切響かないっていう体験もしたと思うし何よりプレゼンしてる時の感覚と聞かれた後のヒードバックされた時の感覚が全然違うっていうね笑ってしまうぐらいっていうぐらい私たちは感情に寄り添えないだからその感覚がずれてるっていうことは結局は寄り添った気になってる、えー、という感じ。したら寄り添えててていいななく気持ちになってるっていうことこは 自分によって喋ってることによってるっていう可能性がまあ相当高いということでまあすごくねそういうことを体感してもらえたんじゃないかなっていうけど知識を増やさないとお客さんに対して価値を伝えることもできないということも同時に起こってるわけですよねだから本当に感情に寄り添うっていうことが全てのパズルであり常に成長し続けるっていうことが必要なので本当に矛盾への挑戦です。 え増えれば増えるほどレクチャーしたくなるし増えれば増えるほどお客さんのことが分からなくなるしけれど増やすことは絶対に必要やしっていうねえまあこれをねえだから常にお客あのー、だからこれを学ぶために学ぶとその差が開くんですね。学学ぶぶために学ぶとけど使うために提案するために見ると。 むしろ知識量が1個のことで学ぶためならば1かもしれないけどそれを学ぶことと同時に提案することを使うことを考えれば知識量は3倍になってしかもお客さんとの距離が空かずにね習得することができればいいだから常日頃からの意識をどこに持っていくかによって皆さんの得られるもの成長っていうのは全く変わってきますのでこれを機会にそして日報がありますのでそこに常に意識をしすぎてし続けて。